彼は私の息子だ。死なせるわけにはいかなかった。パパ、どういうこと？確か兄さんは事故で死んだって。デイナ、聞いてくれ。あれは雨の晩だった。お前とライアンを親戚のうちに連れて行った帰りだ。お前たちは後ろの席でもらったおもちゃで遊んでいた。私はよそ見をした時、対向車線からトラックが突っ込んできた。あっという間の出来事だったよ。気がつくと私たちはかろうじて木の根にぶら下がっていた。パパ、助けて。手を離した。痛いよ。ライアン、パパ怖いよ。おじちゃん。ライアン、ダメだ。頑張るんだ。助けてくれ。私が助けてやる。見せろ。その代わり息子は私のものだ。パパ、ダメだ。決めるのは貴様だ。おじちゃんよ。ライアン、頑張るんだ。パパ助けて。ライアン、頼む。何でもする。だから息子を返してくれ。20歳の誕生日が巡ってきた。合わせてやる。こいつは今私のものになった。ダイヤー。そして今日が20歳の誕生日。彼とは戦いません。彼を取り戻すために協力します。お前の父親はみすみすお前を見殺しにした。この私があの晩お前を救ったのだ。お前も覚えているだろう。ああ、覚えてるさ、ダイアボリコ。ミッチェルは娘を救うためにあえてお前を捨てたのだ。お前もそのことでずっと苦しんできたはずだ。あいつに思い知らせてやる。
早まるな。ライアンよ、父親に復讐をするチャンスならもうすぐ訪れる。ライアンに会える日をただひたすら夢見てきた。だが一方でそれが恐ろしくもあった。なぜ黙ってたの？自分が情けなかった。息子を救えなかった自分が。他に方法はなかったわ。ああ、分かってる。だが後悔が消えることはない。パパ、自分を責めないで。おはようございます。キャプテン、定例の報告書です。キャプテン。ああ、ご苦労。中を見ないんですか？後で見る。など父でも何でもない。後悔させてやる。キャプテンはどこだ？それがわからないんだ。一人でフラフラと出て行っちまったってことか？一体どこへ？彼とは戦えないよ、カーター。でも町を守らないと。どっちにしてもほっとくわけにはいかないぜ。デイノ、一人で行く気だ。急げ。日を長い間待っていたんだ。俺の苦しみを思い知れ。お願い、私の兄さんならもうやめて。お前には分かるまい。父親に捨てられた俺の気持ちなど。そう言えるんだ。パパは今も兄さんを。これで終わりにしてやる。兄さんもパパのように消防士になるって言ってたじゃない。黙れ。一体どうしたの？何も覚えてないの？俺が消防士に。デイナ。やめろ。
大丈夫か？ええ、平気よ。でも兄さんを追わなくちゃ。待て、一緒に行こう。ええ、そうはいかん。どこにも行かせないわよ。行くぞ、ライトスピードレスキュー。覚えていないのか、ダイアン。思い出す必要はない。あんたこそ俺なんか忘れていたくせに。
そんなことはない。俺を捨ててデイナを取った。二人とも助けたかった。思い出してくれ、あの時手にしていた小さな消防車、雨の中の事故。私たちは崖から落ちて。やめろ、聞きたくない。いいから聞け。私はお前もデイナも同じように救おうとした。だがお前は落ちてしまった。嘘だ、デイナだけ助けて俺を捨てたんだ。ダイ、頑張れライアンっていう話だ。怖いよ、落ちちゃう。ライアン、ダメだ、頑張るんだ。ダメだよ、落ちちゃうよ。誰か誰か助けてくれ。お前の息子は私のものだ。ダメだ、パパ助けて。ライアン、しっかりつかまれ。頑張れ。思い出した。このままじゃ二人とも助からんな。お別れだ。ライアン、本当にすまなかった、ライアン。だが信じてくれ、お前のことをずっと思っていた。ライアン、待て。やっと会えたんだ、愛しい息子を二度と失いたくない。きりと思い出したんだ。待て、お前は私の後を継ぐ運命にある。闇の王国を支配できるのだ。断る。恩をあだで返す気か。後悔するぞ。よく覚えておけ、ライアン。